ユニライフは学生マンションを通じて企画、募集、管理をトータルで行う全国ネットワークの総合プロデュース企業です。安全で快適な学生の住まいの提供を1976年の創業時よりずっと続けてまいりました。現在では管理戸数6万室以上、ユニライフの直営店舗は北海道から沖縄まで展開し、業界トップクラスの実績を有しています。初めての一人暮らし、どんなところに住むか迷いますね。学生マンションに住んでいるのは同世代の学生ばかり。安全、快適に暮らせるように様々な配慮がされています。同じ学生マンションでも、なぜユニライフの学生マンションが選ばれるのでしょう。それは入居される学生さんとそのご家族のことを第一に考えた安全で快適な設備とシステムを追求しているからなのです。お部屋探しは早くから始めるのがおすすめ。出願時期に気に入ったお部屋を予約しておいて、合格発表と同時にご契約。早い時期に予約していても、お家賃が発生するのは入居する4月分から。それまでのお家賃は不要です。進学先が変更になった場合でも、ご契約期間開始前なら他のマンションへ無料で変更できます。ご契約金も移動されるので、費用の面でも安心です。第二志望校対象のお部屋の契約と合わせて、第一志望校対象のお部屋を無料で確保できます。どちらの地域に進学しても OK。 ご契約金は入居されるお部屋へ充当されるので、無駄な費用はかかりません。引っ越し費用や家具家電の購入費用、手間、時間、卒業後の廃棄料など大幅に削減できる人気の学生マンションです。ユニライフの家具家電付き学生マンションでは4つのプランをご用意。さらに全てのプランに入居後すぐに生活できる新品のお役立ちグッズ、一人暮らしスターターセットがついてます。家具家電付きデザインルーム、カジュアルプラン。お部屋のカラーは自分で決めたい、そんな学生さんにおすすめです。白を基調としたナチュラルな家具家電だから、どんな色にも相性ぴったり。あなた好みのお部屋に仕上げられます。家具家電付きデザインルーム、ベーシックプラン。温かみのある木目アイテムが中心。テレビボードとして使えるブックシェルフや、洋服を収納できるチェストがついた収納力重視のプランです。家具家電付きデザインルーム、アジアン家具付きプラン。人気のアジアン家具だから、間接照明や雑貨との相性もぴったり。飽きのこない落ち着いたナチュラルな色合いです。家具家電付きデザインルーム、シンプルスタートプラン。基本アイテムをご用意いたしました。学生生活に慣れていく間に、あなた好みの家具や雑貨を揃えていって、お好みのお部屋に仕上げられます。朝夕2食の食事付き。ユニライフの独自サービス、ユニタイムキッチンが、学生の皆様の毎日の食の健康をサポートします。管理栄養士監修の栄養バランスの取れた出来たて手料理です。食堂ラウンジでみんなで食べるお食事時は、学校のお友達や同世代の仲間との大切な交流の時間。面倒な食材の買い出しや調理の手間が省け、勉強やサークル活動に集中できますよ。明るく清潔な食堂で、朝夕ゆったりとお食事を楽しんでいただけます。出来たての美味しい手作りのお料理を味わっていただけます。また管理栄養士監修の栄養バランスを考えたメニューですので、皆様ご安心していただけます。
豊富なレシピストックとともに新しいレシピの開発にも力を入れています。和洋のバランスも考慮されていますので、毎日食べても飽きません。また食べ盛りの学生さんに満足していただけるよう、ご飯はおかわり自由です。ご入居時のウェルカムパーティーや夏祭り、クリスマスディナーなど季節や行事にちなんだメニューで皆さんのコミュニケーションの輪を広げていきます。ユニライフの学生マンションは、館内に入るときからお部屋に入るまで充実のセキュリティシステムを備えています。建物入り口に設置されたオートロックが入居者以外の立ち入りを制限します。不審者の侵入を防ぐ防犯カメラがエントランスやエレベーターなどに設置されています。ユニセーフ24の警報音が異常を知らせ、警備会社が現地に駆けつけます。宅配ボックスで帰りが遅くなっても24時間確実に荷物を受け取ることができます。自分で設定した暗証番号で解錠する暗証番号式キー、鍵の紛失などの心配がありません。モニター付きインターホンで来訪者を通話と画像で確認し解錠できますので、安心してお客様を招き入れることができます。防犯面も安心。緊急時にエントランス付近のボタンを押すと、警備会社が24時間対応します。館内で異常を発見した際、共用部の非常ボタンを押すことでベルが鳴動し、異常を通報。アルソック、またはセコム管制センターにてカメラ画像や音声通話で状況を確認。必要時はガードマンが24時間体制で現地に駆けつけます。次世代オリジナルセキュリティシステムの IMS、 室内のインテグラボードで室外との管理がすべてできます。フロントオートロックと連動していて、来訪者の確認が可能です。また宅配ボックスへの預け入れ通知や警察・消防への通話機能も搭載しています。管理会社とも24時間365日つながっている、一人暮らしには頼もしい安心のセキュリティシステムです。女の子の一人暮らしってやっぱり心配。お隣が男性か女性かわからないとちょっぴり心配。初めての一人暮らし、安心して送り出したい。女の子だから防犯面がしっかりしていないと不安。女子専用フロア、女子優先フロア、女子学生専用マンションなら学生同士、しかも女子学生と分かっているので安心感が違います。ユニライフの学生マンションは、毎日を快適に心地よく過ごせるための仕様や設備が整っています。直火で料理がしやすいガスキッチンタイプや、安全性の高い電化キッチンタイプなどがあります。バスルームはゆっくり浸かりたい方にはバストイレ別のセパレートタイプ、シャワーがメインの方にはお掃除も楽なユニットバスタイプがおすすめです。また浴室の天井には浴室乾燥機が設置され、雨天時でも洗濯物を乾かすことができます。清潔な最新式のトイレは、便座はいつも快適な温度に保たれ、冬でも快適です。お好みに合わせて水の勢い、水温も変えられます。バスルームから独立した洗面化粧台は、毎朝の洗顔、メイクがとても手軽になります。収納スペースが大きいと、お部屋が広く使えます。収納スペースには、クローゼット、釣り棚、シューズケースなどがあります。ユニライフの学生マンションでは、快適なインターネットシステムにご加入いただくことができます。マンション1棟全体に専用回線を配線していますので、入居したその日からすぐに使用できます。月額のご利用料金はプロバイダー料などすべて込み込みで税別
2980円とリーズナブル。さらにご加入の方には室内用 Wi-Fi ルーターをプレゼント。通信量を気にせず快適なインターネット環境になります。ユニライフの24時間サポートサービス。お部屋の鍵をなくしてしまった、隣が騒がしくて眠れない、トイレの水が止まらない、一人暮らしにはトラブルがつきものです。安心の24時間365日の管理体制で、深夜でもつながる相談窓口がお客様の快適生活をサポートします。はじめは小さな問題でも、一人暮らしでは大きな不安になりがちです。そんな時は24時間いつでもつながる健康医療相談窓口にお電話ください。健康相談、医療機関案内、メンタルヘルスケアなど、プライバシーを厳守し適切なアドバイスを差し上げます。一人暮らしにおける万一の損害リスクに備え、保証サービスをご用意しています。ユニライフ学生総合保障にプラスすることで、さらに安心快適なオプションサービスを受けることができる応募プラス。就職活動に必要なフリー e-learning 講座が無料で受け放題や、公務員試験対策の DVD レンタルの割引、さらに障害賠償責任に関わる保障や、ご両親、ご兄弟もご利用できる各種優待サービスなど、さまざまなサービスを受けられます。東京の大学に決まったんです。はい、いろいろ不安も、一人暮らしになるし。先輩は住むところをどうやって決めたんですか？え？ユニライフ？わかりました、ユニライフね、調べてみます。先輩ありがとうございます。お母さん、ユニライフから資料届いたよ。来た？開けてみて。ねえお母さん、ここ良くない？いいね。あ、これなんかもどう？あー、かわいい、うん、今度の日曜日、母と一緒にそちらに伺ってもいいですか？はい、よろしくお願いします。いらっしゃいませ。こんにちは。こんにちは。どうぞおかけください、はい、ユニライフの学生マンションは入居者が学生さんだけなので何かと安心です。またオートロックや防犯カメラなどセキュリティ面も非常に充実しておりますので、ご安心いただけます。はい、では広報の学生マンションですね、実際に今から見に行って確認しに行きましょう。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。よろしくお願いします。こちらが本日ご案内させていただきます物件になります。こちらの物件がですね、すべてこのセキュリティキー1本で賄えています。こちらをですね、こちらかざしていただくとオートロックが開くようになっています。こちらのセキュリティキーがですね、預かりロッカーとも連動しておりますので、もしご不在の時にですね、お荷物が届いた場合にはかざしていただければ、お荷物をこちらで受け取ることができます。すごい。
こちらのマンションがですね、エレベーターフロアセキュリティというものがついておりまして、こちらの鍵かざさないと登れないようになってるんですね。ただ実際押しても光らないようになってます。ただこちらの鍵をかざしていただくと該当するフロアに自然と上がっていただくような形になってますね。どうぞ。こちらのマンションの鍵がですね、暗証番号式キーというものになってまして、この蓋を開けていただくと番号のタイプになっております。と押していただくと鍵が開きます。またこの暗証番号というのは入居後にお客様のお好きな番号に設定変更も可能ですので、忘れない番号で設定してやってください。お願いします。どうぞ。友達もいっぱいできたよ。お母さんが心配していた食事もここでバッチリ。毎日おいしい献立だし、栄養バランスも考えられてるんだって。お母さん安心していいよ。ユニライフでよかったね。